ダスティスプリングフィールドダスティスプリングフィールドはイギリス出身のミュージシャン。本名はメアリー・イーソベル、キャサリン・バーナデット・オブライエン、ローリング・ストーンが選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第35位にランクインしている。また、旧市選定の歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第29位。ロンドン生まれ。 1960年に二人の兄との三人でザ・スプリング・フィールズを結成。そのツアー中に訪れたアメリカ・テネシーでモータウン・サウンドに感化され、以後彼女の作品に大きく影響を残すことになる。1963年にグループ脱退後、ソロ歌手として I only want to be with you でデビュー。この曲は前衛のみならず全米でもトップ5に入る大ヒット曲となり、 以後数年はヒットチャート上位の常連となる。1968年9月、全曲リズムブルースのアルバムを作ることを目論んだ。スプリングフィールドはテネシー州メンフィスで地元の腕利きのミュージシャンとレコーディングを行う。同年11月に発売されたシングル、ブリーチャーマンは全米10位、イギリスで9位を記録した。翌1969年発売のアルバム。 ダスティー・イン・メンフィスは、批評家からも高い評価を受けるも、商業的には成功しなかった。また、彼女自身の問題もあって、作品は制作するも、以後長い間彼女は、スランプ状態に陥ることになる。1986年、彼女を敬愛していた、イギリスのポップスバンド、ペット・ショップ・ボーイズが彼女との共演を申し込む。彼らとレコーディングされた、ホワット・ハブ、 I don't deserve this が全米、全英で大ヒットを記録し復活を遂げる。その後もアルバム、レピューテーションなどペットショップボーイズと組んで自らの作品を制作し話題となったが1994年に乳がんと診断され1999年3月2日に59歳で亡くなった。同年ロックの殿堂入りを果たした。2006年には 彼女の半生を描いたミュージカルダスティが上演された。ありがとうございます。